富野義行さんが考える仕事で必要とされる人材について岡田斗司夫先生が話されています。でここから富野さんは話してて、今みんななかなか、就職とかうまくいってない人が多いけども、何が一番大事かって、おそらく人柄だろうと。どんな専門学校であろうとですね、どんな資格試験であろうと、会社という現場、仕事という現場でですね、そんなものが通用するほど試験でもうまくできてない。例えばアニメの専門学校に行って3年とか4年やったとしても、アニメーションを作る現場に入って2ヶ月とか3ヶ月したら、あ、やっと仕事が分かってきたってなるわけですね。まあこれは別に大学から企業入った人分かると思うんですけども、企業にオンザジョブトレーニングというか働かないとですね、絶対仕事ってのは分からないんですね。だから、実は働くときに、人を雇うときに必要、欲しいのは才能ではないんですね。人材のですね、スキルでもなければ能力でもなくて、人柄であると。人柄が良ければもうそこでもうほとんど OK で、あとは理解力として、中学高校レベルの理解力ですね。例えば、スポーツやってるんだったら国体を目指すということはどういうことか知ってる。国体を目指してサークル活動をやるということは、国体に出た経験があるかないかじゃないんですよ。国体を目指すレベルっていうのが、だったら練習はこれぐらいしなきゃいけない、キャプテンはこれぐらいのことしなきゃいけないっていうことがなんとなく分かってる。で、文化系のクラブで言えば県のコンテストを狙うレベルですね。そういうふうなことが分かっている理解力ぐらいあれば、人柄プラス中高生程度の理解力があればそれで十分働けるし、それ以上の人材というのはもう望まれてないはずなんだよな、話をしてました。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。